裏のスペース一気に狙う、遅れて入ってくる、タイミング変えるか、あまだ残す、奥には仲間、シュート打っていったヨンチェ、逃れて仲間、右足振るか、振った、シュート決めた、2点目決めたのは仲間隼人、今日2得点目でこれで0対2です。のね、バッテが抜け出しも良かったですし、ここも最後落ち着いて切り返してシュート、こぼれ球、ここが少しね山口としてはクリアがね甘かったところでも、もうここもね何度もシュートフェイントを入れながら最後のところはねしっかりミートするあたり、まあ今日1ゴール決めているので余裕もあったでしょうし、まあ最後はね技術の高さが出たね、非常にいいゴールでしたね。